さあこれはコンバイン逆でした。サーモットの中間を上回ってきている。さあ続いてスタートは6番園村雄一選手、 D スポーツハーフウェイコペ GR71RS がスタートをしてきました。さあこれ真っ直ぐ差し込んできますね。さあ安田選手ツイスト、さあサイド兄貴のラインで入ってきますが、こう立ち上がりまして今ゴールチェッカータイムが1分17秒576、山野直哉をかわして3番手、17秒576、山野直哉をかわして3番手。さあ入賞圏内のだ、これで山野哲也、川本、屋敷、山野直哉、古谷田目が入賞圏内とかわしております。川岡が入賞圏内6番手に遅れた。さあコース上はここから立ち上がってくるところ、さあ、サイド、そこは自宅に、さあ、こちらもですね、自宅の、SP は装着されているというマシンでありますが、制御の関係で、ちょっとですね、激しい入力を入れるのがなかなか難しいということを、園村選手からは聞いておりました。サイド自体は機械式ですので、こうと思えば弾けるんだけれど、という話で分かります。さあ、スタートです。現在2番手、ゼッケン7、川本浩一、ブリヂストン、オーリンズ、BRZ がスタートをしていきました。さあ外周から戻ってくるところ、さあここはどうでしょうか、コンパクトか、最後畳んできてパイロンを避けながら、野村雄一コペンが今